自由アイリス峡谷出身の大型巡洋艦ブレスト。この大地と海の物語に耳を傾け、そして歌にして多くの人に伝えるのが好きなんです。英雄さんがもっといろんな物語を作り出すこと、楽しみにしていますよ。あなたが英雄さんですね。私、自由アイリス峡谷からやってまいりました。ブレストと言います。この出会いに導かれたからには、お互い仲良くしましょうね。今日の英雄さんは、どんな英雄物語を織りなすのでしょう。あら、英雄さんではありませんか。別に大丈夫ですよ。新しい歌を急に思いついたんです。一度、作ってみませんと。前へ進む足取りを、もっとゆっくり、ゆったりさせてはどうでしょう。美しい大自然とあなたを大切に思ってくれる仲間たち。ここには、あなたを引きつける存在がまだまだたくさんありますよ。命が紡ぐ美しい歌。波乱の嵐のような叙事詩でも、ないだ海のような牧歌でも、すべてを抱きしめるこの大地と海が、しっかりと覚えています。私のお茶の好みですか？ええ、どれも好きですよ。お菓子の注文は？まあ、どれもいい感じですね。ん？英雄さんは私の助言が必要でしょうか？あらら。この手の逸話も英雄物語には欠かせませんね。あら、気晴らしでしょうか。焦る必要はありませんよ。英雄さんは普段通り少しずつこなしていけばいいんですから。任務報酬はずっとここにありますよ。少し放っておいても消えはしませんから、焦らずとも大丈夫ですよ。新しいメールが来ましたね。英雄の凱旋。新しい歌へのイメージがひらり。遠征から仲間たちが帰還しましたよ。お土産に、どんな物語を持ち帰ってきたのでしょう。もっと、いい音色になりましたね。ブーン長久を祈って、参りましょうね。英雄のために紡がれた歌に、また、新しい一節を。つまずきは、英雄物語には欠かすことができませんからね。悪役さんはご退場をお願いしますね。まだ焦る時ではありませんね。あなたの物語がここで終わるはずありませんよ。気を取り直して引き続き前へと進みましょう。英雄さんの物語を多くの方からいろいろと聞いてきました。英雄さん、あなたにとってあなた自身の物語は一体どんな物語なのでしょう。物語の中の賢者は人の運命をも言い当てます。そんな力を持っていなくても、あなたの物語を間近で見届けてきた私は、
あなたが偉大な英雄になれると信じていますよ。物語の中の吟遊詩人たちは、世界中で旅をし、英雄の歌を人々に伝えると言います。あなたの英雄物語を書き綴って紡がれた私の歌も、いずれ世界中に伝わることになるでしょう。物語の中の英雄は、時に輝かしい伝説しか作りませんが、ただの人である英雄さんが無理してはなりませんよ。疲れましたら一度お休みしましょう。その時は、私、最高の歌と音色で癒して差し上げますから。英雄の歌を歌う私も、その英雄の物語の一部になっちゃいました。まさか、こんな展開があるとは思ってもみませんでしたね。英雄さん、ほら、私と肩を並べて、未来への幸せの歌を、今、二人で紡いで参りましょう。即興の歌でもいかがでしょう。そういえば、英雄さんの物語、そのヒロインはどうしましょうか。英雄さんさえ良ければ、別に何人いてもいいですし、どうしても選べないようでしたら、少し脚色しても。あら？あらあら？あら、感性豊かで何よりですよ。シャンパーニュさんのおかげで、いろいろと新しい歌を紡げそうです。働きすぎはよくありませんよ、英雄さん。筆は書きすぎると折れてしまいますし、頭は考え事しすぎると鈍くなりますし、ガス購入のお仕事モジュールも、オーバーヒートしちゃいますから。あら、感性豊かで何よりですよ。シャンパーニュさんのおかげで、いろいろと新しい歌を紡げそうです。どんな風景でも、一緒に見届けましょう。英雄の物語を織りなすものとしてだけではなく、あなたのそばにいる、寄り添うものとして。どんなことでも相談に乗りますよ、英雄さん。英雄さんは甘えたくなりました？気が済みました？では、私にもなでなでさせてくださいね。英雄の凱旋がまた。さすが英雄さんですね。英雄譚を作って参りましょうか。英雄さんの英雄物語。これで、あなたたちもその伝え手になりましょう。アズールレーン。アズールレーン、5周年おめでとうございます。あら、感謝です。こんなに貴重な品をいただけるなんて、ちょっと恐れ多いですね。